これでもう私は。アルクスの名において聖少女デウスエクスマキナの発動を要請。聖少女デウスエクスマキナの発動要請を受諾。まさか、やめろアルクス。ごめんなさい。待て、やめろアルクス。聖少女デウスエクスマキナ、我が身より仮初めの器を抜き去り、真なる主をこの身に宿せ。あの時、私はアポロの幸せのために捧げられるなら、私のすべてを捧げたいと思った。私は事故から生まれた存在で、その事故で失われたものを少しでも取り戻せるなら。オーキス、すまない。私は。でも、そんな私にオルキスが言ってくれた。ハッピーエンドが好きなんだって。みんなで一緒に笑っていたいって。そうか。いかにもオルキスらしい言葉だ。彼女は底抜けに明るく、その明るさで周囲を照らし笑顔にする。そんな子だからな。うん、わかる気がする。きっとオルキスと一緒にいられたら楽しいんだろうなって思う。ふん、ずいぶん振り回されるぞ。とはいえ、それすら愉快な気分にさせてくれるがな。オルキスはまだ目を覚まさない？私も彼女ともっとお話ししたい。何せ10年も体から精神が分かれてしまっていたからな。目覚めるにはしばらくかかるようだ。アポロもオルキスとずっと一緒にいてあげられたらいいのに。残念だが、今は難しい。私もオルキスと共にいたいのは山々なのだがな。神王と黄金の騎士。ああ。まだ私が七王の座から追放されるという通達は来ていない。だがむしろ、だからこそ、神王が何かを考えていると見て間違いない。それにあの金ピカもこれを機に私の命を狙うだろう。奴とは朝からの因縁もあることだしな。そんな顔をするな。私は大丈夫だ。それにオルキスが目覚めた時には必ず会いに来る。そのためにこれまでの私があるのだから。アポロ、私はアポロに一人きりになってほしくない。アポロはとても強い。だからきっと何があっても大丈夫だと思う。でもね、うまく言えないけど、一人ぼっちはダメ。オーキス、すまない。気苦労をかけるな。ううん、アポロの心配をするのは私の勝手だから謝らないでほしい。でも、例えば団長たちと一緒にいるとか、
ルディアもイオも団長も頼りになるし優しい。団長か。確かに奴らと共に旅をするなら退屈はしそうにないな。それなら。オーキスちゃん、クロキスさん、それにオルキスちゃんも、こんにちは。ルリア、それに団長もお見舞い来てくれたんだ。よく来たな。オルキスも喜んでいるだろうが、あまり騒がしくするなよ。